か。あとですね、一番上のやつ、順調に向かって左側、この奥の方に前のスペースがありますので、後ろ側の通路を使って、落として、奥の方まで行ってやってください。あと、一番上のスペースの通路を使って、通路を使って、通路を使って、
主義を基盤とした議会制民主主義による公平な社会を作るために生まれたものです。しかし今自民党がやっていることは全く逆なことだと思います。原発の問題は右とか左の話ではなく命の問題です。今まで自民党は50年以上原発を推進してきました。そして原発をゼロにする気全く持ってありません。原発の事故が起きたのは民主党政権に変わってからではありません。自民党政権の時代にも数多くの原発事故が起きました。そしてたくさんの人が犠牲になりました。それを民主党の何十倍何百倍もの隠蔽工作で隠してきたのも自民党です。民主党政権になってから多くのことが明らかになりましたが、ことの発端は全て自民党ではないでしょうか。それなのにこんな顔を痛めて総理大臣をやめた安倍総理がまた新総裁になり、自由民主党が次は政権を取って安倍氏が総理になると言っているではありませんか。ありません。責任を感じているのであれば、責任を感じているのであれば、今すぐ自民党議員は給料を全てもらわず被災地に回すくらいのことできるんじゃありませんか。自民党にブームは絶対に来ません。今話を聞いていると今表に出てきてもいいんじゃありませんか。それともお金をもらっている人以外とは合わない気ですか。電力協会 70% 以上が個人献金、そりゃ原発にノーって言えるわけがありませんよね。しかし国民税金を払っている私たちは自民党に対して、そして今の政府に対してノーという責任があります。原発いりません。本当に本当に日本の国土を守りたいなら、日本の未来を守りたいなら、原発はいりません。そして自民党もいりません。原発いらない。
いらない、自民は行かない、自民は出て行け、自民は出て行け、日本を守れ、絶対に次、自民党だけには票を入れないでください。その人たちは日本を守る気なんて全く持ってありません。自民は出ていけ。ありがとうございました。先生、今夜バカ野郎、恥ずかしくないですか。支持したい方はですね、このライトのあるあたりの美しい国、日本、今、新たな国づくり、原発で大幅な国土を汚して、何が美しい国でしょうか。ふざけるのをやめてください。国民はこんなくだらない言葉には騙されないよ。安倍の石破も直ちに出てきて飛び出して謝罪しろ。安倍出てこい。これは最後にコールでお願いします。自民は潰れろ、自民は潰れろ、自民は潰れろ、自民は潰れろ。安倍は落選、安倍は落選。ありがとうございました。これが米軍で権力均衡とか安全保障とか言ってるような、そんなことはもう時代を経たんだよ。そんな警察は許されへんからな。強い日本っていうのは自分の国を内部から守れる力なんだよ。原発なんかやってたら強い国なんて作れねえんだよ。自民党はちゃんと変われ。出たぞ。こういきます。原発いらない、再稼働反対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 、原発反対、原発反対、原発いらない、原発いらない、原発いらない、自民もいらない、自民もいらない、自民はいらない、自民はいらない、再稼働反対、原発反対、自民党の皆さん、
許可だろ、許可だろ、誰に出すの？
私は本当に疑問です。もし嘘ならあのポスターは全部剥がしてください。お願いします。本当なら私は本当に嬉しいです。あなたに見えてもいいかもしれません。でも個人的に下達原発で組織は水準でしたっていうのは許せません。絶対もうあのいらないですから、そういう人は大事にやめてください。Thank you.
Thank you.
Yeah, man.
当然です。当然でした。ずっと自民党の議員がその当選するのに頑張ってきたんです。でも結果こういうことです。自民党は農業を守るんじゃなかったんですか。おい、農業最高よ。きれいにしろよ。自民党は裏切った。福島だけじゃなくて東海村の原発もあの日あと40センチで全電源喪失でした。そのことを知った私はその時は本当に精密が焦りました。そうで、もしそうだったらばここも同じような被害だったんです。この場所も。原発の問題はイデオロギーじゃなくて被害なんです。私たちは損させられてるんです。茨城の子供たちの中にはもう疎開してる子もいるんです。自民党は責任を取ってほしいと思う。おいおい、でも俺たちだよ。お前らバカに行くんじゃねえよ。プレッシュボールしな。原発反対、原発反対、
一足飛びにどこまで行けるかというのは分かりませんが、きちんと方向性を決めて、そこへ世の中のコンセンサスを作っていきたいというふうに思っております。私が出てきちゃったって多分議員はもう残ってないのかもしれません。申し訳ございませんね。そういうことなのかもしれませんが、やっぱりこういう皆さんの気持ちが途切れることなく、ずっと続いていくというのが大事なんだと思います。本当に今日は何て言うんでしょうか、ありがとうございましたというのか、お疲れ様でしたというのか、ちょっと変な感じもいたしますが、しっかりこの国の未来のためにお互い頑張っていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。決して自民党のためにやっていただく、原発を全部なくすために抗議してるんで、そこの辺は公開になっています。残り少ないですが、河野君は耐えられると思いますが、最後まで抗議しちゃう。原発いらない、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 自民を落とせ、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 安倍はやめろ、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 あまりもやめろ、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 原発いらない、原発いらない、自民党もこれだけだと思わないでくださいね。というわけで20時過ぎましたので、自民党応援、自民党本部前抗議終了いたします。本当に原発が見づらい自民党にガンガン抗議してですね、政権不信感を立てね、お前に抗議してんじゃん。勝った人は1000人超えました。お疲れ様でした。まだまだいろんな抗議やっていきましょう。原発やりましょう。お疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。以上で今日の呼びかけの公立行動は解散いたします。本当にお疲れ様でした。固定半減パスライブから告知です。今週の金曜日も引き続き首相官邸前、そして周辺一帯の公立行動をやります。最近いくらか6月7月に比べたら人数が多少減ってますけども、一定の規模で維持しております。このまま、11月11日に、企画しております、ものすごい大提供、これに向けて、継続的にさらに、政府の中枢にかけて反原発、脱原発ということを、圧力をかけて民意を示していきたいと思いますので、皆さん本当に、本当に毎日毎週、毎日かもしれない、大変だと思いますけども、頑張っていきたいと思いますので、ご参加よろしくお願いいたします。その後、あと告知ある方いらっしゃいますか。告知等ある方、原発関係告知ある方。はい、落とし物はカーディガン女性の選挙で落ちる、選挙で落ちる、全員落ちる、全員落ちる、さっさと落ちる、さっさと落ちる、自民は落ちる、自民は落ちる、原発やめろ、原発やめろ、原発やめろ、さっさとやめろ、さっさとやめろ、自民は落ちる、自民は落ちる、原発落ちろ、原発やめろ、原発やめろ、自民もやめろ、自民もやめろ、代議士やめろ。
志やめろ大義士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 やめろ秘書もやめろ職員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 やめろ原発やめろ原発やめろ原発やめろ。ありがとうございました。市民もやめろ。市民もやめろ。市民